ここでいう、東海地震とは、南海トラフ沿い東側半分の東海道沖が、震源域となる地震のことであり、いわゆる、東南海地震の領域も本地震の震源域に、含まれていたと考えられている。フィリピン海プレートの沈み込みに伴う、プレート境界型の巨大地震と推定されている。当時は、虎の大変とも呼ばれた。また、 南海トラフ巨大地震の一つでもあるとされ、約32時間後に発生した安西南海地震とともに安西地震、あるいは安西大地震とも総称される。この地震は、海衛年間に起きたが、この天変地位や前年の黒船来航を機に改元されて安西と改められ、歴史年表上では安西元年であることから安西を冠して呼ばれる。 安政東海地震の震源域は、駿河湾欧から陸域に達したと推定され、著しい激震域と富士川川口付近に地震山と称する断層が出現した。駿河湾周辺の地殻変動や、駿河湾内で海面が盛り上がる津波の発生が目撃されていることから、駿河湾にも断層モデルが仮定されている。すでに安政東海地震の発生から100年以上、 経過していることから、次の東海地震の発生が懸念されている。安西の大地震へず、江戸地震の参加。江戸時代には、南海トラフ沿いを震源とする巨大地震として、この他に宝永4年の宝永地震の記録がある。また、安西地震については、宝永地震の後始末地震だった可能性も考えられ。 この宝永地震後の再来間隔147年は南海トラフ沿いの巨大地震としてはむしろ短い、部類になるとの見解もある。慶長9年に起きた慶長地震もかつては震源域が東海道、南海道にわたり南海トラフ沿いの津波地震と考えられていた。慶長地震の震源域には諸説あり南海トラフ沿いの巨大地震とするには 多くの疑問点が残り、南海トラフ沿いの地震ではなく例えば、伊豆、小笠原海溝沿い、あるいは温津,津波の可能性もあるとする見解も出されている。安政南海地震の2日後には、方余海峡で M7.4 程度の、方余海峡地震が発生。また翌年には、安静度地震が起きた。本地震や安政南海地震は、 安政江戸地震と合わせて安政三王地震とも呼ばれ、伊賀上野地震から1858年飛越し地震までの安政年間に多発した一連の大地震を安政の大地震とも呼ぶ。敷地文化が高度に発達した近世末において日本の2、3が被災したため、この地震に関する古記録は歴史地震としては非常に多く残されている。 安政の頃になると日記に加えて手紙などにも地震の記述が現れるようになり、被災時の人々の詳細な行動記録まで残るようになる。特に、寺院の記録は均質で信頼性のおけるデータとして、震度分布の研究などに利用されている。安政東海地震の震度分布加盟7年コイン11月4日騎士の、辰下国、熊野灘、遠州灘沖から、 駿河湾を震源とする巨大地震が起きた。フィリピン海プレートがユーラシアプレート下に沈み込む南海トラフ沿いで起きた海溝型地震と考えられている。下田港に来航していたロシア軍艦ディアナ号の記録では9時15分に突き上げるような海震と思われる振動が2から3分間ほど継続したという。駿河湾岸沿いにおける深害が 特に著しく、駿河湾西側及び、甲府盆地では軒並み震度7と推定されることから、震源域は、方永地震よりもさらに、駿河湾をあるいは内陸まで入り込んでいたという、推定がある。東北南部から中国、四国まで、震度4以上の領域が及び、震源域の長さは、約 300km と推定される。沼津半志らによると揺れ始めはそれほど、 強くなかったが、やがて激震となり、地面に腹ばいになっても震り上げられるほどであったという。揺れ始めから激震になるまでの間はタバコを、四五複数ほどの時間であった。土砂高地でも揺れは、かなり強く感じられ、稀なる地震で土蔵の壁に少々ひび割れが入る、程度には揺れた。また、九州まで勇敢であり、文豪再起でも、カルキ松室地震。 少々地震として感じられた。被害は、関東地方から、近畿地方に及び、沼津から、伊勢湾岸沿い、特に箱根から、見つけあたりの東海道筋で、家屋倒壊、消失が著しく、また、甲府盆地も被害が甚大であった。家屋の倒壊は、甲斐、品野、大海、摂津、越前、加賀まで及ぶ。死者は2000から3000人余り。 東海及び消失家屋3万戸余りとされるが、詳細は不明。火災が比較的少なかった宝永地震に対し、本地震では東海道筋を中心に各地で火災が発生し、新州松本では城下の家が多かったつぶれ余りほどの大火となり350件余り消失した。東海道宿場町の新街は三島塾から、 シラスカあたりまでの木並み、丸方、丸焼きとなり、特に著しかったが、五遊塾異性は、比較的、軽かった。さらに江戸でも古代に、日比谷入江であった場所は、震度5強程度のかなり強い揺れに見舞われ、翌日の南海地震のあった夜、浅草を中心に大火に見舞われた。江戸の武家屋敷の長屋や町屋には、潰れたものもあり、 長周期地震動の影響と推定される、下町の川や割り彫りの水の動揺による船の転覆もあった。本地震では顕著な液状化現象が、東海道筋を中心に多く発生し、泥水が噴き出すなどの表記がしばしば古文書に見られる。例えば、駿河の、昨江虎の11月駿河の国大地震により、泥水を噴き出す図が、東京大学地震研究所に所蔵され、 沼津市、明治資料館には、安政権文録の水田が、湖水に姿を変えた絵図が所蔵される。歌川広重、札多礼親知らず、札多峠を行く旅人。広重が東海道を巡検したのは、地震前の天保年間であり、当時、山道の直下は、断崖絶壁で、古くは、海岸沿いの下道もあったが崩落し、 地震前は到底通行できるところでなかった。地震による地殻変動の結果、お前崎は0.8から1メートル流気。浜名湖北端、厚見湾岸は沈下し、南東側で流気、北西の内陸側で沈降の傾動が見られた。また、断層の滑り面は海底のみならず、内陸にも達し、遠州下良港は三尺あまり流気し、清水港は流気により、 使用不能、相良では、沖合数十件が、干潟となった。駿河湾西岸は原付近から、横須賀港あたりまでの広い範囲で1メートル余りの、隆起が見られた。親知らず子知らずと言われた街道の難所であった、札田峠直下の海岸は、波打ち材が、大幅に後退して新たな陸地が生じ、現在ではここに、国道1号線、透明高速道路、 東海道本線が交差しながら通っている。富士川川口付近には、岩淵地震さん及び、松岡地震さんと呼ばれる西川上がりの変異約1、上与の断層が生じて流路が変化し、その結果肝原では、高地が増え、一方で東岸では水害に悩まされるようになった。このため肝原では、高知の増加を歓迎し、地震さん地震さんまた来ておくれ。 私の代にもう一度、孫子の代に二度三度とまで歌われた。この神原地震さんの生因について、古地図や航空写真の解析を行った、田中平岡は、藤川に地震と同時に生じた、稼働閉塞は、翌日に決壊しているため、藤川の流量が減少したのではない。また、地震から5日程度経た後に、地元有力者が確認していることなどから、 それまでよりも東寄りに、流路移動が生じたのは、白鳥山崩壊土砂の堆積によるもので地震による流気が原因ではないとしている。同時に、松岡地震山は存在そのものが疑問視されている。一方で、浜名湖北岸の飢餓では、人口により2800国の地が、超過に没した。このような南東上がりの地殻変動は、方栄地震及び、昭和東南海、 南海地震と同様であり、南海トラフ東側において、ユーラシアプレートが、症状する定格逆断層の、プレート境界型地震であることを示唆している。ただし、方栄地震や昭和東南海地震とは、多少様相が異なり、これらの地震では沈行したとされる、駿河湾西岸の清水、三保付近は、安西東海地震では隆起している。 この地震の直後には、宝永地震の後に起きた、宝永大噴火のような、富士山の大規模な噴火はなかったとされるが、小規模な火山活動を示唆するような記録も残されている。寸府において震災による困窮者を対象に、行われた火ぎの焚き出しの様子を記録した、大地震を救い火湯並待ち方狭い差し出し、その外諸行地震に付け聞き書き一件。 寸布した夕長蝶と、萩原四郎兵衛筆記には、安政東海地震の起きた時刻と、ほぼ同時期に、富士山頂に黒い笠雲がかかり、同日に牛ほどの大きさの羽の生えた物体が舞い、八合目付近に多数の火が見られ、17日後の11月21日頃には、宝永山より、真っ黒な煙が立ち上るのが見られたと記録される。 さらにその冬の富士山の積雪は春のように少なかったという。安政地震の直前には1852年から新潟焼山1853年から宇山1854年には阿蘇山が噴火活動をしている。地震後1855年には孫崎山1856年には北海道駒ヶ岳及び阿蘇山が 噴火活動をしている。川角広氏は、規模 MK イコール7を与え、マグニチュードは、M イコール8.4に換算されている。宇佐美達夫はこの川角の規模と気象庁マグニチュードの関係を検討し、やはり8.4に近いであろうと推定したが、当時は、モーメントマグニチュードという概念は存在せず1960年のチリ地理自身も M8.5 とされていた。 数値実験から2つの大きな断層モデルが仮定されている。各断層個別のモーメントマグニチュード MW は西側からそれぞれ8.3、8.1と推定された。この断層モデルは1944年、東南海地震の南西側の断層モデルの長さと幅を延長させたものに加えて、駿河湾大西岩の地殻変動を示唆する資料や、 湾内で発生が目撃された津波などから、駿河湾沖にもう一つの断層モデルを置いたものであった。内閣府の南海トラフの巨大地震モデル検討会による南海トラフ沿いの巨大地震による長周期地震動に関する報告では、南海地震を含む安静地震全体として MW8.84 の断層モデルが想定され、同モデルを用いた。 建築研究所では、安政東海地震の断層モデルとして、地震モーメント M0 イコール 9.02021mm を想定している。安政東海地震の安藤及び石橋の断層モデルによる震源域。及び南海トラフの巨大地震モデル検討会による震源域。 本地震の断層モデルを最初に提唱したのは1973年の安藤正隆であり、これはプレートテクトニクスが成立してしばらく後1972年の金森博夫による1944年東南海地震が南海トラフのプレート境界に沿って立った定格逆断層の巨大地震であるとの推定をもとに海岸の上下変動や津波、 震度分布の様子の違いから、金森の1944年東南海地震の断層モデルを、トラフ軸に平行に向けるなどアレンジし、東側の円周などに 100km 延長した、全長 230km の断層モデルであった。しかし1976年に、石橋勝彦は、それまで地震を起こす能力がほとんどないと、考えられていたプレート境界である。 駿河トラフについて、同年に、羽鳥徳太郎によって収集された静岡県の文書を、加え、地震資料の総合的な検討による、本地震の駿河湾沿岸の流起明治以降の地殻変動、震度分布、山から望まれた駿河湾中央の津波発生の目撃弾等から、本地震は、駿河湾沿いも震源域であると提唱し、駿河トラフもプレートの沈み込み帯であり、 巨大地震を起こす能力があるとした。さらに、カンバラなどの地震産形成の記録から、震源域が、駿河湾王に達している、可能性を論じた。これをもとに、熊野灘、遠州灘の震源断層に、駿河湾に、駿河トラフ軸に平行な断層を加えたモデルが、提唱された。一方、2011年に、瀬野鉄道は、南海トラフ沿いの巨大地震について、 震源域を A, B, C, D, E 領域に割り振る考えに疑問を呈し東海側について、熊野灘は震源域に含むが、駿河湾は含まない、放映型と、本地震のように、熊野灘を含まず、駿河湾を含む安静型に対別でき、それぞれの方は、相互的な関係があるとした。大使石橋は、瀬野の主張する本地震による、 熊野灘沿岸の比較的低い震度について、瀬野が放映型としている1944年、東南海地震でも、熊野灘沿岸は、左ほど震度が高いわけではなく、さらに本地震による機内の強震度あるいは、湯の峰温泉の湧出停止の可能性、放映地震と安政地震の資料の非常なる量、質の相違を考慮しない。 駿河湾の震源域云々の議論の問題点などを指摘し、熊野灘を震源域に含まない安政型といった類別は成り立たないとしている。さらに2017年に松浦律子らは本地震による地殻変動あるいは断層が地上に現れた可能性が論じられた肝原及び松岡地震山について1970年頃まだ 宅地開発が進んでいない頃、カンバラ地震山とされるものは、藤川の中洲のように見え、川の両岸に顕著な高低差が見られない、あるいは地震山が高高長さ600メートル程度であるなどの点を指摘して、地震山が地殻変動の結果であるか疑問であるとし、本地震の震源域が本当に駿河湾をまで達していたか慎重な再考が必要であるとしている。 さらに2018年に田中圭良は藤川河口域には地震による変異地形の痕跡がなく藤川川口断層帯の存在位置の十分な調査と検討が必要と指摘している。安政地震や宝永地震などの震源域の議論は将来の発生が予測される南海トラフ沿いの巨大地震に対する想定に大きく影響する話であるが 資料が豊富に現存する有名地震とは家え聞き、観測記録の存在しない歴史地震であり、震源域の議論一つをとっても決着を見ない問題点が山積している。安政東海地震の最大余震の震度分布前震とされる地震は、5ヶ月前の1854年7月9日に伊賀上野地震が発生。一方、安政東海、 南海地震の余震は2979回も記録され約9年間続いたという。ただし、翌日の南海地震の余震との区別については判別の方法がない。大きな余震としては以下のものがある。また、本震に影響を受け、震源域及び余震域から離れた地域でも規模の大きな誘発地震が発生している。 房総半島沿岸から土佐まで激しい津波に見舞われ、伊豆下田から熊野灘までが特に著しかった。波高は高賀で10メートル、鳥羽で5から6メートル、西木浦で6メートル余り、日帰島で9メートル、尾汗で6メートルに達した。津波は駿河湾西側や遠州灘では引き潮から始まったが、伊豆半島沿岸では 潮が引くことなく津波の襲来に見舞われた。伊豆半島において、昼過ぎまでに何十回となく襲来し、大きな波は3回打ち寄せ、そのうち、第2波が最大であった。島半島の国先では、津波と異点となり、上福寺津波流出等の碑文には、潮の高さは、上山、坂森山を打ち越えて、彦行にて75尺に達したと記されている。 箱は全般的に見て特に東海地方東部で昭和東南海地震より高く、方栄地震の東海道沿岸と同程度であるが、島半島では局地的に高くなった部分もあった。一方で、明王地震はさらに大規模な津波を発生し、特に伊豆半島西岸で著しかった。津波襲来前には各地で大砲を撃つような音が聞こえ、 伊豆半島地震資料には、高天神とか俗称せられる広報にて目撃したる、話なりと言えるを聞くに、大砲のごとき響きとともに、海上78里、背の海辺に、水煙点にみなぎり、水面をとなり、大水林をなして四方に開けるを伝えたりという記録も、ある。これは、駿河湾内で海面が、山のように盛り上がり、崩れるのが、 海岸から目撃されたとする記録であった。津波で大破し戸田港へ向けて栄光されるディアナ号。ロシア軍艦ディアナ号の記録では、下田において地震動の後、15から20分後に津波が到達し、2回目に押し寄せた津波が5から6メートルに達し、昼過ぎまでに7から8回押し寄せ家屋を流出させた。 湾内には大きな渦が生じ、停泊中のディアナ号は、浸水により何回も回転して大破し、津波が収まった後、修理を試みようと戸田港へ開港する途中、暴風雨も重なり流されて11月27日20時頃、田子の浦沖で座礁し、漁船で牽引中、12月2日14時頃に沈没した。下田では841件が流出、30件が 半壊無事の家は4件、99人が、流死した。当時の下田は、日露通商交渉の場であったため、いち早い復興が求められていた。幕府の休養状によって、地震6日後の11月10日には、米1500国、金3000両が下田に届けられ、理災者救済金は、流出家1件に、金増分、浸水家1件に、金事分、死亡者一人に、 全に一間分が配分された。浜名湖入り口の舞坂では、今切れの都線上で、波高さ3畳ばかり相見への津波に襲われ、舞坂塾では、流出8件、全壊58件、破損214件の被害となりながら死者はなかった。放映津波の教訓の伝承が生かされたものと思われる。新居では、浜の方では2畳6尺余り、 五石所にては一条与の津波が襲来し、人家が流れ、石所が倒壊した。移行潮が高くなり、都線も危険となったため、翌年に三近交代など旅人は迂回路である、木揃あるいは本坂通が利用された。これは、宝永地震後も同様であった。名古屋においては、地震によって河川堤防が決壊したところに、津波が河川を遡上し、浸水した。 材木426本、船4隻が流出、家4081件が流出あるいは、東海、領内田畑440国に塩入り、507国に砂入り荒配した。名古屋は河川が多く、河川訴状が起きやすい構造となっている。奇襲半量分の伊勢、木では4日、5日両日の津波で、田畑計16万8千国余りに塩入り荒配。 家に六6 6 0 8件が流出、東海日やるいは消失、収納枚890国材木千5 4 8 0本、船1,455隻考察場5カ所が流出、699人が流死した。大瀬において、大湖の方へ津波は、地震が収まってから飯をひと鍋炊く時間があり、井戸水が枯れ、 潮が鈴目島まで引いた後襲来したと伝えられてきたが、この度の津波は酒一間の間もなく、あるいは井戸水が枯れることなく、道5.6丁歩く程度の時間で高さ2畳の波が直に襲来し人々を慌てさせたという。ナチカツーラにもほぼ同様の言い伝えがあった。阿波の四宿では4日経つの下国中揺りの地震が、続いて海面ににわかに、 あぶきを生じて、アジ島を打ち越え、シシ川の半ばまで三道入り込み、諸人驚いて四方に調散し、米麦諸物を山上に運び上げ騒動となった。ここでは、翌日の南海地震津波により141件が流出し8人が流死する被害を受ける。土佐では、宇佐において、下月四日朝ご辻地震会長身体定まらず、イリでも、 4日昼ビビの震動優を海に流れ移る土俗勢をなって鈴波というのを記録があり、いでも磯辺に干したるものが流された。文後の再起でも4日朝に軽い地震があり潮が不穏な動きをし、手付け見回り方らが警戒しているところに翌日、南海地震が起こり、それに伴う津波が市中の川に流れ込んだ。再起では放映津波被害がひどかったことから、 万が一大地震、大津波が発生した場合は、大手門を開き、家来や市民らを避難させるよう備えていた。小笠原諸島でも津波襲来の記録があり、父島奥村で5メートルに達し家屋が流出し、大村でも3メートルと推定される。サンフランシスコにも達し、県庁上において1フィートの津波が観測された。大日本地震資料によれば地震及び津波の被害は、 家屋の東海流出8300よ、消失600、圧死300人、流死300人とされる。しかしこれは、地震の規模に対し小さすぎるとされ、海や消失家は3万件、死者は2から3000人とする説もある。安政東海地震津波及び、その他歴代東海地震津波により、被害を受けた地区には、被害状況、教訓などを記した。 災害記念碑がしばしば見られる。以下は、その一部である。古記録にはいくつかの前兆と思われる記録も見られ、地殻変動や地震活動の活発化と思われるものもあるが、地震との関連性が不明のものもある。前年の小田原地震によって、袖市町では、海岸が、遠浅となり、隆起を示唆する記録があり、一方、前崎付近では、地震前に、 浜が次第に壊されていくなど、沈降と思われる、現象が認められた。川根では、前面から明動があり、菊川、川上村等では数日前から大音響があったと、いう。下田、駿府、四日市、新宮などの東海地方各地では、地震直前の朝は一点の雲もない海水で風も、なかった。太陽が黄色に輝いていたともいう。周辺では、 数年前から中規模地震が続発し、特に半年前からは、紀伊半島から伊豆半島にかけて地震活動が高まり、降下4年3月24日、北新地方の全校寺地震動3月29日、越後首引郡の地震海英5年12月17日、品野萩品郡の地震海英6年2月2日の、 小田原地震開炎7年6月15日の伊賀、上野地震同7月20日の伊勢の地震と、東海地震の信号を目指していったように見える。一方で、震源域付近では、名古屋、伊勢及び大見八幡で日記に記録された、地震回数から、方栄地震及び、安西地震のそれぞれ数年前から、有感地震が減少がうかがわれ、 巨大地震発生前の静音化現象と推定される。東海、東南海、南海地震震源域過去に発生した南海トラフ沿いの地震の震源域の時、空間分布南海トラフ沿いを震源とする地震は100年から200年程度ごとに、東海、東南海、南海の領域で、ほぼ同時あるいは2年程度の間隔を空けて連動して起きているという考えがあり、 この地震の90年後の1944年には、昭和東南海地震、MJ イコール7.9、MW イコール8.2、1946年には、昭和南海地震が起きたが、これらは、南海トラフ沿いの地震としては、比較的小規模であり、さらに依然、駿河湾沖の東海地震震源域は、歪の解放されていない、空白域であるとする説があり、 かつ安政東海地震から年月が経過しているため、日本の大動脈である東海道を直撃する東海地震が今後起きることが想定されている。ただし、東海地震は過去の記録から駿河湾沖の良い,い領域単独で起きるのではなく、安政東海地震のように、東海、東南海領域、あるいは方栄地震のように、 南海地震をも伴った連動型で起きるとする説もある。ありがとうございます。